さあ、新しくチャプター5いきましょう。脳の作用が白く煙って時々ふっと気を失いそうになるけど、でも恐ろしい痛みがそれを暴力的に奪っていく。失神すら許せない。目の前に座っている本物の死。一人はハサミで眼球を何度も刺された上に、スープのように潰れた目玉をえぐり出され、苦しみ抜いた末に出血死に至る。なかなかいかないね。その後、なぜか犯人は3人の遺体から舌をハサミで切断している。さあ、口を開けてごらん。どうしたの？そんなに震えて。いや、お菓子の方向に行かれたか。あ、でもここは黙ってようか。まあでもとりあえずまだ行動しないといけないでしょ。しばらく。まあ、元凶な気もしなくもないけど。あ、ついてくる。ゆかちゃん、そっちは。ああ、わかった。なんかやだな。さっきから。震えているね。そうだな。そう。髪はショートでね。青いスモよく着てい。あ、あの、一人で。何を言ってるんだい。君のお兄ちゃんは僕だ。謎なこと言い出した。僕の妹、ここからは抜け出せない。やがて訪れる最後の瞬間まで
僕らは今日あ逃げた。おお逃げたか。いやでも下に行っちゃダメって言われなかったっけ。大丈夫かな。いやでも、え？そうだ、あそこが突き落とされた黒崎。大丈夫ですか？だからまあ時系的にはすぐのことなんだとだろうけどね。持ち田です。これで。来た。来てるぞ来てるぞ。黒崎、誰にやられたんだ？とりあえず、逃げる準備だけしとくよ。方向キー。うわ。逃げられなかった。方向キーも全然。兄さんの言うことを聞かないか。ヒザミ、やめるんだ！ヒザミ！ヒザミ！ヒザミ。ごめんな。ああもっとガキの自分から親友としてやるべきことを。何言ってんだお前。俺のしお前が俺の味方したことをはっもういいよ。お前死ぬし親友としてしてやる。何でも人のせいにしてんじゃねえよ弱虫。てめえ目覚ませキザミ。何にもないぞ。何にもだ。バカが弱者。気がついたかい？もう大丈夫だ。強い強い兄さんが守ってやる。いやなんだこれ。鍵か。理科室。ここで幽霊にむごい殺され方するな。大丈夫。そんなことさせない。そんな運命から守ってあげるよ。最初のなんかふんわりした感じとはもう真逆になってきたな。やっぱりクライマックスに差し掛かってるような。なんとしても俺が生き残って帰るぞ。終わらせてあげる。君の小さな命。とりあえず逃げろ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 。待て待てよおい。とりあえず逃げろよ。もう方向キー動かす準備。まあ、とりあえずセーブ。危ない。捕まったら終わりだな俺。常にこの危機との戦いだから。さあ来てる。ちょっと待って。ちょっと、どうすればいい？巻こう。とりあえず巻こう。危ない。巻こう。とりあえず、あっち行こうか。いや、でもどう行けばいいんだろう。殺す！来てるよね。来てるね。言うか！おい！とりあえず巻こうよ。いや、負けないだろうな。もう、常に動きすぎるしかなさそうだろうね。ゆうかー？
てるもんね。来てる来てる来てる。わりかし早いなスピード。よし、で、どこかな。あ、疲れてる疲れてる。いい子だろゆか。これ以上はちょこっちへおいで。殺す殺すぞゆか。おい、お、あったあった。なにこれ。生きているウサギは。いやー、これやってたら。マイ、まったく、今俺がついててやらない。まあセーブしたからなんとかなるけど。あれ、そっち。今日は主役選抜のオーディションがある日でしょ。どうして。私知ってるよ、シゲ兄が。一つ体育準備室で見てたのか。なん、真剣だったもの。はあ、どうしてよ、あんなに頑張ってたのに。演技の言う、マユ、育児のないやつとこういうオーディションは、ああ、嫌いなんだ。行きたく、ま、私好き、シゲ兄のキラキラして。だけど嫌な、無理に出ることない。私だけは見たもん。じゃあ帰ろう。チョコバナナのね、美味しそうな。俺、マユには俺がついててやらないと、そう思っていたけれど。森重はどっち側なんだろう。いいやつなのか悪いやつなのかよくわかんないな。違うんだ、茂兄って呼んでくれ。俺が救われていたんだ。一人に。くそ。ああ、そういうことなの。見ないと。いや、まだまし、まだまし比べて。不思議だ、テレビや映画の特撮の人。これが一番派手だな。すごい意志があって動いていたに。死んだ後の世界があるのな。この子は自分のこんな無様な姿を人に見ら、赤の他人だから。その声ではマシだみたいな感じ。なんだ、着信表示も出ていない。私の茂に。見ないでみたいな。あ、私聖子と一緒にいたとき、しゃがんで、俺も暗い廊下の影、なんか保健室にあった古い顔写真が載っていたが、そ、あの女の子の霊が幸子なのは間違いないと思う。だけど
こっちの記事の中ではこの事件から生還したのなら成長して大人になっているはず。他の霊たちと一緒に子供の姿のまま幽霊になっているのはなんか変じゃない？ああ、おそらくこの事件の直後やはり命を落としたんだろうな。幸子の霊に会えばこのルポ記事じゃない当時のことがわかるかもな。呪いだかなんだか知らないが、この学校を出し抜く鍵が見つかるかもしれない。ユカを見つけたら探してみるか。あの子の霊も。うん、心配。そうだな、まずこのユカと会うことがやっぱりハッピーエンドにつながる鍵になるような気がするんだよね。ああ、なんとか別館。そうだな、なんとか別館に行かないといけないと思うよ。なん、大きいよ、校舎壊れちゃった。ナミ、大丈夫か？話すなよ。なんだ、ナミ、天井の針が、サトシ、大丈夫か、サトシ。篠崎、篠崎、岸沼めのターンですね。まあ、とりあえずこの3人のメンツで、まあ、一応動いている感じですね。篠崎、一応この2人は現実世界に一応戻ってきた、チャプター4で戻ってきたという設定なんですけどね。よし。今の何のことだ？見させてもらう。そう、歩みだけ見たしまったということか。犯人が、ん？どういうこと？犯人、お前殺害現場で。そうよ、今私。ああ、そうだそうだそうだ。だからあのオープニングに、チャプター5のオープニングにあった映像ですよね。はい。殺されてきたんだよ、本当に。その、もう、自分は殺されてないんだけど、同化して、そのもう、完全な演出みたいなことをされてるわけだから、それは怖いわ。その子は悪くない。殺害犯は女の子よ。古い新聞記事にも。赤い服の女の子、篠崎幸子。はあ？いやいや、同じくらいの年の子供をさらってきて。ハンマー持ったあの化け物なら子供くらいさらったりしわったりもできるんだろうけどよ。あいつは幸子に、この子たち、あいつは何を理由に協力し、伝えなきゃ。持ちだ、あの空間にいたナホ。早くみんなに知らせないと。もし無防備に幸子に接触でもしたら危険だわ。戻らなきゃ。ゆき、もう一度あの場所へ。あなたも他の子たちも。でもあなたたちや、今あの空間は、今度戻ったら、あなたたちをもう一度ここへ。だけど、このまま放っておいたら、みんな、石沼くん、行こう。ね。あ、いや。石沼はそういう考えか。あんなところ、もう一回戻るとか、正気の沙汰じゃねえよ。今度こそ、どうしていつもそうなのよ。私はあなたのそういうところが嫌いなのよ。いつだって他人に無関心で、自分の主張だけには強情で、自分さえ助かればそれでいいの？綺麗事言ってる場合か。死ぬんだぞ。死にたくねえだろ。もういいよ。
聞いた私が間違っ信じらんな。友達を助けたいと思わないの？白鳥無能、自己中、不良、みんながどうなっても。お前はみんなじゃなくて、まあ、これがまあやっぱりその差なんだろうな。まあどっちの主張も分かんなくはないな。まあ委員長だから篠崎は。そうだったよね確か。いい加減にしろよ。持ちだ持ちだ持ちだのことばっかりみたいな。そうだったっけ篠崎って。いいよ別に誰を好きになろうがよ。だけど読めよく意味。お前のことが好きだっつってんだよ。あそうなの。お前はいつでもあいつのことばかり見てた。俺の気も知らずに。今度のことだって異常な状況だけど、あいつから離れて一緒にいれく少しは俺の方を見てくれるだろうと思って、ずっとあいつのことばかり。横にいるのが俺じゃなくてサトシだったらと思っていた。ふざけんなよ。俺はお前やめてよ。やめてよ。私が心配しているのは町田くん一人じゃないわよ。みんなで文句を言いながら楽しく、これからもみんなで。もともとはなんだろう、みんなで集まってあの人形のねあれをやったわけでしょ。その時は全然さ、なんかむつまじかったわけじゃん。嫌だから行くんじゃない。お願い。最初思い出すよ最初。私だけでもいいからあそこへ戻して。選択肢はないのかな。わかりました。あら、わかりましたになっちゃった。私だって言っちゃった。で、岸沼はどうすんの。くそ、ああ岸沼のターンになるの。帰ってやるよって。転校するすずめちゃんに花束を送ろう。みんな、みんないなくなっちまいよった。いいじゃねえかよ。1年の時一人でやってきた。あの時に俺はもともと一人だったんだからよ。何、違う学区から来てるとか。あ、お、よしき。なんだよその。え、どういうこと？どういうこと？今日も鈴本。え、どういうこと？何が起きた？結局行くのか。サトシを助けたいだけなんだろ。何言ってんのか。そうじゃねえだ、そっちじゃねえだろう。あいつを、ま、なんだよ。これをやるとね、その場にいたみんながいつまでも友達でいられるんだ。どこまでかっこ悪いんだよ、うん、俺。いやでも言い分はわかるけどね。頼む、篠崎もサトシも先生も、うん、みんな人間味があっていいわ岸沼。来た。また逃げるところだった。俺はあいつらに出会えたわけで。おお、やっぱそうだったんだ。生まれ変われたんだ、うん、なんか最終回に向けてちょっと熱い展開になってきたじゃん。頼む、怖がりの篠崎が頑張ってんだ。負けてられるかよ。必ず幸子の残儀を引っ張り出して。
行ったか。やっぱ全員行くのか、結局。あゆみか？戻ってきた。あゆみ。岸沼、来てくれたんだよな。岸沼な。でも逆に言えばさ、なんかいつでも言えば現実世界に戻してくれるみたいなのはない？あら、随分と今まで冷酷な扱いしてきたね。また会うのに時間なのかよ。一緒に来ればよかったのに。ちょっと待って、まずとりあえず出たいね。え？ああ、そうか。はい、舞台は変わって。ゆか、キザミにちょっと捕まっちゃったんだよね。ちょっとごめんごめん。これはね、ちょっとミスったんだよな。ごめんごめん。平和な学生生活から一転して、まさか、まあでもこれは、なんとなく、ストーリー上しょうがないみたいな感じは、ではあったかもしれない。事故で運、その時には、夢にも、大丈夫。死は、非日常なんかじゃないんだ。それを忘れるから死の際に驚く羽目に。だが、ゆかちゃん、いろんな生き物の命、それぞれが最後まで生きようと決して諦め、命のきらめきを燃やし尽くして生きるという、とても美しい輝きだけど、こんなにもいろんなことを考え、他者にそれを伝えることのできる大きなの命とは死について、それを生きる意味を考え、自分を律し、人生か自分の価値を築くことから目を背け、あまつさえお意味のわからない連中ばっ。僕はね、人が命の終わりを意識したとき、どんな命の爆発を見せ、黒崎はとても美しかった。あいつは僕のことを理解してくれていたのかもしれない。あんなに激しい爆発を見せてくれるなんて。ゆかちゃん、無反応を装って僕しっかり見せてくれるね。痛かったら悲鳴を上げ、恥ずかしいことじゃないんだよ。いやー、まあなー、どっかで狂っちゃったんだろうな、うん。まあ子供の映像も少し見ましたけどね、チャプター4かなんかで、ね、寝てんのかな、あ、寝てないかな。